アートレイジはアンビエントデザインリミテッドによって制作されているデジタル絵画のためのペイントソフト系グラフィックスエディタである。アートレイジで描いた油絵風の作品例、アートレイジとはマウスやタブレットを使用し、油絵具、エアブラシ、鉛筆、アクリル絵の具、水彩など実在する画材をデジタルでシミュレートできるソフトであり、カレルペインターのようにテクスチャの上に描くことが可能で、例えば異なった種類のキャンバス上で擦って、ぼかしたり、色を混ぜたりすることが可能である。画材としての操作性を重視している。一例として、一般的な画像編集ソフトウェアでいうマスク機能はないが、代わりにステンシル機能として、型紙を作成し利用する方法が採用されており、マスク機能にあたる機能を提供する。多数のアルファチャンネルを駆使するような用途を意図した機能ではないが、その分直感的。バージョン 2.5、バージョン3は E フロンティアから発売されたが、その後取り扱いを終了。バージョン5はソースネクストが販売を行っている。アートレイジ 2.5 無料のバージョンと、付加機能を持っている販売用のバージョンがある。アートレイジ3 2010年7月30日発売。有料ソフトへと移行し、無料バージョンは提供されなかった。アートレイジ4 2013年2月13日発売。アートレイジ 4.5 2014年8月11日発売。アートレイジ5 2017年3月8日発売。日本ではソースネクストが販売を行っている。新機能としてカスタムブラシデザイナー、パースペクティブ、ガイド、鉛筆ツールが搭載され、画像編集エフェクトとして、ハイライト、ドロップシャドウ、エインボス、液化エフェクトをレイヤーに追加できるようになった。アートレイジ6 2019年発売。アートレイジの Windows 版は公式サイトのデモページより体験版のダウンロード可能。ファイルの保存とエクスポートはできないものの、すべての機能を無期限で利用できる。iOS 版並びに Android 版は購入販売のみとなっている。普段は独自の形式である。PTG で保存を行う。その他、PNG、JPEG、Adobe Photoshop の PSD 形式にも書き出しが可能である。XP Pen と呼ばれるタブレットのバンドルソフトとして、アートレイジの選択が可能。ワコム社のペンタブレットのバンドルソフトとして、アートレイジライトの選択が可能。インクアートと呼ばれる。アートレイジのタブレット PC 向けの版が、マイクロソフトのエクスペリエンスパック4タブレット PC に同梱されている。アートレイジライトから、アートレイジ、アートレイジ5からアートレイジ6など、バージョンアップする際は、公式サイトの会員ページにて、シリアルキーを登録すると 50% 割引購入の対象となる。この割引特典は、アートレイジ公式サイト以外にシリアルキーが、発行される購入形態であればすべて対象となる。バンドル版もその範囲に含まれる。上記割引特典でバージョンアップした場合、旧バージョンのシリアルも残る。新、給料ソフトの併用利用が可能。ありがとうございます。